岸さん、よろしくお願いします。ちょっと日銀の黒田総裁に ETF について、お聞きしたいと思いますが、この表を見ててください。これ、日銀がですね、ETF に、つまり株に投資してるんですけれども、これ、10年になりました、こういう状況なんですけれども、大株主の企業ランキング、この中で筆頭株主、どのぐらいになるんですか、日銀が、筆頭株主になってるのは。黒田晴彦参考人。この ETF の買い入れというのは、これを通じて、まあ、いわば株式市場のリスクプレミアムに働きかける形でですね、間接的ではありますけれども、経済、あるいは物価に対して好影響を与えるということを狙いとして行っております。足元、コロナ対応ということで、従来の倍のですね、12兆円を上限として弾力的に買い入れております。で、そうした下で、この ETF につきましてはご案内のとおり、これを構成する株式の議決権は、ETF を組成した投資信託委託会社が、信託銀行を通じて行使することになっておりまして、現在のこの ETF 買い入れの枠組みの下で、実際に日本銀行がこの ETF を構成する株式の株主になるということは、想定されておりません。委員のご議論がいわば間接的にですね、日本銀行が株式を保有しているのではないかということであれば、それはそうなんですけれども、あくまでも株主として議決権を行使する立場にありませんし、それはスチュワードシップコードに基づいてですね、信託銀行が適切に行使しておられるということだと思います。白俊君。いや、分かってます、だから筆頭になってるのは議決権の行使はないけど、筆頭になってるのはどれぐらいあるんですかって聞いてるんですよ。黒田晴彦日本銀行総裁。これはこれもご案内の通りですけれども、ETF の、まあ、いわば日本銀行は受益者なわけですね、株主権を行使する立場になく、受益者なんですけれども、その ETF の受益者 その保有額の情報というのは公表されておりませんし、また逆に、有価証券報告書において、企業が公表している株式の状況というのを、実際、ほとんどその資産管理機関名で、公表されてますので、公表データでですね、それを知るということはできないわけです。で、委員のご議論がですね、日本銀行が買い入れているですね、ETF の銘柄についてですね、でその銘柄 その実際の保有割合と、その銘柄の ETF について日本銀行が買っているものを掛け合わせればですね、間接保有の額が分かるではないかということだと思いますけれども、それはそうなんですが、ETF の銘柄に関する情報というのは、市場に不測の影響を及ぼすということで、日本銀行買い入れている ETF の銘柄の情報は公表しないということになっております。したがいまして、そういう形で、計算した、あるいはその公表してない ETF 銘柄に関する情報を使ってですね、計算したものを公表するってことはしておりません、できないということをご理解いただきたいと思います。白俊君。全然理解できませんよ。まあ、これ見てくださいよ、大企業ほとんど凄まじい数の日本銀行が間接的にせよ株式持ってるってことなんですね。で、聞きたいんです、今12兆円って言いました、凄まじい勢いです。最初はこれ10年になりました、 ETF 最初が4500億円だったと聞いてますけども、これ海外の中央銀行どっかやってますか。黒田晴彦 日銀総裁。現段階でですね、海外の先進国の中央銀行が株式あるいは ETF を購入しているという例はないと思います。私の記憶では、例のアジア通貨危機の時にですね、香港の金融管理当局がこれは ETF ではなくて生の株をですね、大量に買い入れたということはありましたけれども、現時点で中央銀行で
株式あるいは ETF を買い入れている例はないというふうに思います。白新君君。これ FRB のパウエル議長でさえね、私たちは株を買う意図はない、なんでそうなんですか、他の先進国やらないんですか。黒田晴彦日銀総裁。これはもう他の中央銀行のそうですね、意図をこちらが忖度するわけにもいきませんが、おそらくですね、2つあるかと思うんですけども、1つは直接株を買い入れるということになるとですね、問題が生ずるんじゃないかということで、じゃあ ETF だったら問題ないんじゃないかということになりますけれども、その我が国の ETF の買い入れの意図が、先ほど申し上げたようにですね、株式市場のリスクプレミアムに働きかけることを通じて、金融市場の不安定な動きなど、企業や家計のコンフィデンスの悪化につながることを防止するということを通じて、経済物価にプラスの影響を与えようとしているわけですけれども、先進国の中央銀行は、現時点ではですね、そういう必要性を感じてないんだなということだというふうに思います。白新君君。なんか言ってること分からないんですけども、その中で、10月29日の記事にこう書いてあるの、相場が下げても日銀が ETF を買うという安心感も多いと言ってるんですね。つまり ETF が買うから、ね、相場が下がらないんだ、つまり相場を操作しているような感じになっちゃうんじゃないんでしょうか、どうですか、総裁。黒田晴彦日銀総裁。先ほど申し上げたようにですね、この目的が株式企業のリスクプレミアムに働きかけることを通じて、金融市場の不安定な動きなどがですね、企業や家計のコンフィデンスに悪い影響を与えるということを防止するために行っているわけでして、株価自体をですね、引き上げようとか、そういう意図はありません。ただ、確かにですね、リスクプレミアムが異常に膨れ上がってですね、株価が下がってしまうということが、その ETF の買い入れによってですね、防止されて、金融市場の不安定な動きがなくなると、それによって、株価が安定するという効果はあると思いますけれども、これはあくまでもそういうリスクプレミアムをそのノーマルな形に縮小しようということでやってるわけでして、特定の株価を念頭に置いて何かするということはしておりませんし、ご案内の通りですね、ETF を通じて、間接的に所有している株の量というのは、東京証券取引所の株式、上場されている株式、株価総額のですね、6% 程度じゃないかと思うんですね。ですから、何かその直接的に株価を引き上げるとかですね、下落を防止するというようなことを狙っておりませんし、そういう効果もあるとは思いませんが、さっき申し上げたように、リスクプレミアムをノーマルな状況に引き下げることによってですね、株式市場の安定をですね、もたらすという効果はあると思います。見てください、ね、これね、下がったときにどんどん上がるんで、買うんですよ、だから株価を操作していいんじゃないかと私は聞いたんですね。いつ売るんですか。黒田晴彦日銀総裁。先ほどから申し上げておりますこの ETF の買い入れ、これは現在行っております大規模な金融緩和の一環として実施しているわけであります。現状ですね、物価安定の目標の実現にはなお時間がかかると思いますし、また今年に入ってからは新型コロナウイルス感染症が経済に大きな影響を及ぼしているということで、先ほど来申し上げているようにですね、従来より倍増してですね、弾力的に買い入れを行っているということであります。従いまして、ETF 買い入れを含む、金融緩和というのは必要な施策であるというふうに考えておりますので、今の段階でですね、この ETF の買い入れについて見直しをするとかですね、あるいは処分するとかいうことは考えておりません。白新君。どんどん買ってばかりいるわけですね。
これね、結果的にね、ETF 買い進めることによって、海外を含めた機関投資家や株主の損を引き受けたことになるんじゃないでしょうか。この10年で一度も売ってない日本の国家予算3割、35兆円ですよ。これを日銀が株に入れてる、これね、海外の機関投資家など、まるで損失を補填するようなやり方はね、今すぐやめるべきです。今、株持ってる人たち、大変お金持ちなんですよ。だからこれがアベノミクスの格差社会の一つの元凶になってるということを最後に申し上げまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。以上で白新君の